おい、乗用車大丈夫かよ。おい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 。ですかね。はい、今日はウイング。13m。はい。今時刻はね朝7時なんですけど、加須市、埼玉県加須市ね、雪降ってきましたね。やっぱりで畑の方にもね、うっすら積もってきまして、このワイパーね、ガラス、端の方はねやっぱりもう積もってきましたね。先ほどまでね、ワイパーでこうかいた雪がね、ガラスにつくことなくね、スーッと下に、流れてたんですけど、内陸に入ってくるにつれて、水分の少ない雪に変わってきましたね。まあ今日は長野向けですね。新規の仕事で2発目です、ね、この南岸低気圧のね、タイミングで、長野の方に向かうんですけど、いやもうほら予告通行止めやってますね。江北ジャンクションから熊野町もう通行止め、あと与野から見沼っていうんですかね、これ多分埼玉首都心の方ですよね。そこももうすでに通行止めになってます。事前にね、ニュースとかでもやってましたけど、予告通行止めしとこう、もうやってますみたいな、まだ路面はいけるだろうみたいな感じですけどね。まあ、前回のね、1月6日のね、あれがあるんでね、パニックがあるんで、今回はね、スタック車続出しないようにね、もう初めからやっちゃうんでしょうね。もう関東地場ねされてる方は本当に仕事にならないですね、これじゃね。まあ、通勤の人もね、車利用してる人ね、職人さんとかね、仕事になんないですよね。はい、じゃこれ右曲がって、125号ね、それで122乗って、また行田バイパスからずっとね、深谷バイパスだったっけな、ちょっと定かじゃないですけど、高崎方面に向かってね行きたいと思います。それでね、今日後ろのタイヤがね、台車の13メーターのウイングなんですけど、スノータイヤなんですけど、ブロックタイヤみたいな、溝のでかいやつなんですね。スタッドレスタイヤみたいにこう細かい溝がねあるわけじゃないんですよ。だからこれスノーミックスと同じような感じの感覚なんですかね、ちょっと分かんないですけどね。圧雪とかそういったところはなんかいけそうな気しますけど、これアイスバーンとかは多分ダメですよね。俺ちょっと分かんないですけどね。スタッドレスタイヤだったらいいんですけど、まあ、北海道からねこれ積んできてる荷物なんで、まあ、北海道のねドライバーの方はこれで、ね、普通に平気で、ね、走ってるんですけど、関東の、ね、運転手からしてみればどうなのみたいな、ね、ちょっと不安ですけどね。明日の朝ねアイスバーンとかになってて、まあね、少なからずスタッドレスタイヤよりは滑るでしょうからね。はい、今国道17号線です。埼玉県熊谷市ですね。雪降ってますけどね、本当に湿った雪でこんな状況ですね今のところね。
全然問題ないですね。はい、今ね、上部道路と17深谷バイパスが分かれるところですけど、上部道路動いてないですね。なんだろう、事故かな。まだ路面なんかはね、全然ないんで、スタックとかそういったものじゃないと思うんですけど、事故なんだろうな、きっとな。あー、事故ですね。4トン車と、4トン車がなんかね、反対向いちゃってますね。事故事故、通行止め状態ですね、こっちから行く分には。あ、そうだね、この乗用車みたいにここ曲がればね、クリアできますね。今ね、上信越道藤岡インターからね、上がってきましたね。柵から先がね、冬用タイヤ規制になってるみたいですね。軽井沢あたりで2キロ渋滞になってるけど、何なんだろうね、エンカル巻いてんのかな。まあ、とりあえず、今3時間30分なんでね、カンラで1回、430入れたいと思います。はい、出発。30分休憩終わりました。まあ、ついでにね、朝ごはんとお昼を兼ねたね、兼ねてね、アジフライ定食食べました。アジフライがね、でかいですよ。大きいアジフライが2つ乗ってて美味しかったですね。揚げたてです。はい、じゃあちょっとね、軽井沢あたりでね、渋滞3キロって出てるんですけど、まあとりあえずね、先を急ぎたいと思います。え、今日はね、妙義山は見えませんね。視界が、景色がね、見えません。安中市入ってきましたね。まあこんな感じだったらね、まあもうちょっとね、進むと路面にも雪がね、もう少しあると思うんですけど、まあこれだったらね、途半も登れるかなって感じですね。いろいろね、すごくね、雪質がね、湿ってる雪なんで、むしろ明日のね、凍結の方が怖いのかなと思いますね、一般道は。やっぱりね、松枝妙義から上がってくるトラック多いですよね。まあ、峠越えを避けてね、乗ってくるんでしょうけどね。まあ、下見た感じね、18号もまだまだ全然路面はいけますね。お、除雪してますね。途半車線もまだね、雪ないし、垂れ下がってるね、枝が、木がね、ちょっと邪魔ですけど、いや、上がんない。サービスエリアに入りますね。おい、乗用車大丈夫かよ。おい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 、こういうね、運転の人がいるんですよ、関東ナンバー。看板見てないんですよね状況がなんだろうね、飲み込めないんでしょうね。
じゃああと少しでね、薄い軽井沢、なんとか登ってきましたね。よかった。路面がね、この程度でよかったです。ちょっとね、台車のタイヤが不安なんでねまあ、ゆっくり行きます。はい、じゃあトンネル出口がね、見えてきました。さあ、下りはどうでしょうかね、下り込みは。長野県佐久市ですね。うん、問題ないですね。すごいね、除雪をし、ね、頻繁にやるんでね、助かりますね。はい、除雪車のね、後ろですね、60キロで走っております。上信越の長野インターを降りました。あと30分ぐらいですね。松戸大橋ですね。ちょっと早すぎるかな。まあいいか。早めに行こう。で、今ね、時刻11時30分。長野市です。はい、じゃあ無事にね、到着できそうなんで、納品していきたいと思います。おはようございます。2月11日時刻は7時30分。ここはね、つくばみらい市かな、茨城県です。これからね、守谷市の方に、納品に向かいます。昨日夜ね、雪がね、降り始めて、こんな感じですね、積もりました。でも朝冷え込んでないのでね、路面凍結はないんで、その点良かったですね。じゃあこれから、守谷の方にね、納品に向かいます。ここはね、県道46県道なんですけど、つくばエクスプレスのね、脇をこう走る感じで、
モリアの方に抜けられるんですけどね。この辺も凍るかななんて思ったんですけど、全然大丈夫そうですね。